サービス開始のお披露目会には、天神ハモが味わえる市内の料亭、草加園の中谷康社長と、宅配サービス出前屋を運営するエスポワールの津森正幸社長らが出席しました。この豊富のハモ宿さんが、職人さんの技、そしてそれを食べるっていう行為ですね、これはどうしてもデジタルに変わることはありえないと思っています。ハモ料理の宅配は全国的にも珍しい取り組みです。防府市は全国トップクラスのハモの水揚げ量を誇り、特産の天神ハモとして売り出しています。骨が多いハモは調理するときに包丁で骨を食べやすく切る骨切りの技術が求められるため、15年ほど前まではほとんどが関東や関西で消費されていました。地元での消費につなげようと、市内の飲食店がハモ料理の腕を磨くハモ塾を結成。中谷さんは塾長を務めています。家庭で召し上がっていただくことが難しいハモしゃぶをテイクアウトできるという形に至りました。宅配サービスのメニューハモしゃぶを中谷さん自ら振る舞い、出席者が舌鼓を打ちました。ご家庭で鍋一つあればこのセットをお取り寄せいただけましたらですね、最後の雑炊まで手軽にハモしゃぶが召し上がっていただけると。おいしいものを食べたいってなった時にはですね、どうしても届けてくれるサービスが必要だと。ただその宅配サービスというのは 山口県には本当に非常に少ないサービスになっているなと思ってます。豊富にですね、根付いていく事業として、スタートさせていただければなと思ってますね。共に育つというようなイメージかなと思ってます。鮮度を保てるよう宅配の車にはクーラーボックスを設置しています。宅配は豊富市内のみで、宅配料金は200円。ハモしゃぶの価格は店によって異なりますので、詳しくはたびたび豊富で検索してください。